しんなりしてきたらいいのこれ。なんでしんなりしたら。うん。それまだ色変わってないの。お水をこれ。この下下ぐらいに。効いてない。お水下下ぐらいで入れるの。うん。色変わってなかったけどね、水素水。水素水。変わっちゃったよ。変わる前から入れよった。これはザラメ。ザラメ。このザラメ。はい。うん。あんまり余計だね。はい。隠し味でいいだろ。まあ結構入ったみたいに見えたけど。入らん。うん。入れていく。うん。差が何やったかね。砂糖。塩。塩。酢は。酢は酢。背は。シダン。何だ。まあ。さしすせそ分かってないよ。砂糖。砂糖じゃろ。砂糖と。うん、塩じゃろ、まあ、そういうことや、うん、甘いもの入れたら甘いものが旬でからこれ入れなさいということよ。はい、うん、でお出汁はこれだ、出汁強いかも入れんきね。はい、これを入れて、うん、いい匂いがしてきた。ごまが美味しいね。ごま。普通その普通お店なんかで売るようなその、うん、油で炒めるのが普通らしいよ。あ、そう。おばあちゃんが昔から油で炒めて、うん、味付けよった時にもその習慣がね、はい、ずっと続きわけ。他みりん入れる。はい。で、一応ちょっと味見てみる。はい。このし、おばあちゃんの味。美味しそうな匂いがしゅ。うん、いかあとよね、もう。え、あとでするけ。うん、あとあとでもいいし。うん。
ちいちゃんもこれ使うなんやけど、やっぱりこれがいい。どれどれを使うなって。いっぱいあるからね、こんなにもう。な、何の話？まな板。まな板？使うな言うけど、使いやすい。まあでも味があってええやん。すごいし。うん、なんか慣れたもんがええわね。卵切ったりする。もう一つ仕上げろね。はい。まだちょっと結束やもん。しばらくこれが炊けるまで。大丈夫。大丈夫。炊けるのもとったらこう。いやー、美味しそうやな。やっぱりこれ。うん。ずっと喋りゅうで、ずっと喋りゅうで。おばあちゃん、せっかく干しといてどうしてこんなにあるんだろうね。うん、うまいね。まずかねもうキッチンペーパーものすごい。一日に一巻使えよ。じいちゃんずーっと喋るで話しゅう途中でこっち来るき。手が打って、ね、手が打って。手が打と。私には私の用事が。ずーっと喋るで一人。聞きうと思って。聞いてあげなさい、あんたに。とりゅうも。もうね、もうスーパーのあれ、車を下に持って、結果もうこんなになるまであろうかね。けど、そんな席しゅうしたおらんね。出てないね。知らん。保菌者はおるろうね、いっぱい。うん。これももう家で食べるだけ固めて切ります。切るコツとかある？交通じゃ慣れよもう、うん、交通じゃ今知らんよ、うん、専門用語言われても知らん。専門用語ら言うてない、コツと聞きるだけ。これは細に切っちゅう人と、おばあちゃんと細に切っちゅうの、普段。うん。けど今日はできちゃった。暑かったきよ。ああ。けどこんなのは綺麗にせんとね。うん。お腹いくんですから。そうやね。清潔。